魔法少女プリティサミー、可愛さサミー役の横山千佐です。今回はサミーズソングブックということで、新曲あり最新映像ありの楽しいミュージックタイムを皆様と一緒に過ごしていきたいと思います。ささみちゃん、ささみちゃん、りょうちゃん、びっくりしたな。もうそんなシンプルでひねりも何もない紹介じゃダメ。世界のみんなを幸せにするためにもプリティサミーに変身してやらなくっちゃと言われてもだね。今はチサでささみじゃないんだから。現実から逃げちゃダメだ。分かってるな、分かんないよな。やらせたいんだね。分かったよ、分かった。みんなのためだもん、りょうちゃん。私、頑張る。プリティミューテーションマジカルリコール。恋も魔法もサミーにお任せ。俺がなくても即参上。かっこいいよサミーピースピース、ピースピース。減点1。ごめんなさい。さあサミー、ビデオを見てる人たちを幸せにするんだ。頑張ってくれれば僕がとってもいいところに連れてってあげるから。じゃあ頑張る。はい、愛の伝道師プリティサミーが紹介します。最初の曲は幸せいっぱい夢いっぱいのちゃんと夢を見ましょう。 OVA シリーズのオープニングにもなってるんだよ。耳かっぽじって聞くにゃ。もっとちゃんと夢を見ましょうね。そのお手伝いをするためにサミーがいるんだから。決まったね。さあ早速いいところへ連れてってあげる。本当？どこどこ？なんと魔法の国ジュライヘルムへご招待。いいや。なんで？だって遠いでしょ。もういいから行くの。でもさ、まだほらお仕事だって残ってるし。お子様なささみちゃんにはお仕事なんてありません。というわけで、両王旗の最大魔法、スーパーテレポーテーション。あー、飛びたいなー。わあ、りょうちゃん、空だよ、空に浮かんでる。そらそうだつまらん。そんなこと言ってる場合じゃないよ。ほら、空だよ。ただ、私飛べないもん、落ちちゃうよ。大丈夫、魔法の力を信じなさい。うわー、
ここデュライヘルム？うんうん、まだ東京上空なんだ。じゃあ地上でサミーの活躍を待ってるみんなに次の曲を紹介しよう。うん、次の曲はラジオのオープニングとして使われた恋はブロイラー、英語で言うとラブブロイラー。そのまんまやないか、ひねりも何もないね。恋だね、ひねり効いてるね。私たち恋をなくしたの、ああ匂いで晩ご飯のおかずも言い当てれる気持ちで品数までなのに、私のこの想いは閉ざされた闇の中、日の目も長すぎる名前呼ぶように、ああジュゲムジュゲム5個が擦り切れてもあなたは戻ってこないつもり、今もカゴの鳥よあなたに囚われた恋心、日の目も でしたね。恋は焼肉用の若い鶏っていうんですか、ヤングな感性がビシビシ伝わってくるような歌詞といい曲といい、特に歌っている人といい、もうこれだけでピクシミさなんかやっつけられそうですね。はいはい、解説ありがとうございます。では今度こそジュライヘルムへレッツゴごめんごめんサミー、ちょっとテレポートに失敗して海の中落っこっちゃったよ。だえ、なに、どうしたの、聞こえないよ。ごめんなさい。
せーの。まったく死ぬかと思った。もうこんなとこ来ちゃってどうすんのよ、りょうちゃん。とりあえずテレポートするから曲言ってて。こんなんでみんなが幸せになれるのかな。もちろん頑張ろうね。うん。というわけで次のナンバーはりょうちゃんとなんとルミアくんがデュエットする Dear Miss Lonely。 耳栓の用意はいいですか。おい、
ニューヨークなの？おバカさんだな、サミー。人生にはよくあることさ。どうせまたテレポート失敗したんでしょうけど。マイはせっかく来たんだから。飲むの？お子様のくせに。大丈夫。これは子供ジュースなの。そんなものないよ。ダメダメ。いいからいいから。君の魔法に乾杯。やっぱり。あ、サミ、いやいや、ちさちゃん、元気ですか？次の曲は、お待ちかね、みさおちゃんがアーバンに迫るダブルマインド、オール新作のビデオクリップです。皆さんは幸せですか？私はとってもハッピーでーす。意識がハイになってるから体もハイになってる。待ってよ。
宙にいるの？サミーのせいでしょうが、お酒なんて飲むから。あら、子供ジュースだよ。そんなものないっつの。子供ジュースも。まあいいけどさ、結果的にはジュライフルムに近づいたから。あ、でも、どっちだっけな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あの、ジュライヘルムってどっちですか？ありがとう。あのサミーズソングブックすっごくいいっすから買ってくださいね。お友達にもよろしく。じゃ あバイバイ。よし、じゃあ行こう、りょうちゃん。うん、それじゃプラネットアースに住むみんなに宇宙から愛を込めて最後のナンバー、魔法少女プリティサミー。感じもするけど。そう、お利口さんにしていたのですね、サミー。でも、はい、サミーの活躍は始まったばかりなのです。今年はプリティプロジェクトとして OVA 第2弾電脳帝国の逆襲が6月に発売されますし、コミック連載や小説、ゲームだってあるんですよ。おまけにラジオドラマがまた始まるという噂もあるし、テレビシリーズだってサミーの活躍次第では実現するかもしれません。サミーにはクマさんのぬいぐるみを抱いて寝ている暇もないのです。そんな。
とっとと地球に帰ってこの私をジュライの女王にするためにもブリバリ頑張ってくださいね。あ、ちょっとちょっと、さようなら。ちょっと横山さん、横山さん、ね、大丈夫ですか？サミーの収録そろそろ本番行きたいんですけど。あ、はあ、それでは、よろしくお願いします。あ、夢落ちだったのか。あれ、私なんでこんな子。まあ、いっか。本番。